町にレコード屋があるっていうのはすごいいいことだと思うんで、自分が生まれ育った町でレコード屋をやる意義っていうのはすごくこう感じて毎日楽しくやってますけどね。ダウンタウンレコードの店主の土田と申します。学校卒業して、で、レコファンに就職して、で、そこから独立した形になるんですけど、ラインナップは、基本もう今は下取りがほとんど 100% でやってますんで、下取りだとね、可能性がこういろいろあるというか、風通しがいいというか、いろんなものが入ってきますんで、僕自身もだから知らない音楽がいっぱい聴けて、日々楽しく新鮮にやって、僕はもっとだから自分の知らないジャンル のレコードがいっぱい入ってくればいいなと思ってますけど、別に知ってる好きな音楽がいっぱい入ってきても、それはそれで楽しいんですけども、やっぱり自分ではなかなか手を出さないような音楽が入ってきて、それがすごい良かったりすると、やっぱりすごく感動するし、そういったものが入ってくればいいなと思います。そうですね、できれば路面店でやりたかったんで、これ実家なんですけども、実家の建て替えのタイミングでぜひ地元でやりたいという気持ちになって、でここで開業しました。レコードジャケットが映えるというか、ジャケットがこう綺麗に映るような感じでのお店にしたかったっていうのがあって、レコードを面出しができるこうスペースを設けて、あとはあれユニークだと思うのはそのフライヤーを置くスペースがアクリルでこうなんだろう綺麗にこう展示できるというかね、そこすごい気に入ってますけど、催し企画展とか、あとワークショップ的なものは積極的にやっていこうかなと思ってて、オレコード展っていう落書きレコードの展示をやりまして、それはすごい反響が大きくて、レコードに落書きがされよくされているものが下取りで入ってきたりするんですけど、そういったもののコレクションをちょっと展示したんですけども、いろいろただの落書きじゃなくて、そこになんかいろいろストーリーがあったりして、その背景も含めてなんかこう結構感動とか笑っていただいたりして、すごくうちでやった企画の中では一番ヒットをしました。最近はだから若い人が増えて、中学生高校生ぐらいの人が結構レコードに興味があるという、うち100円版のコーナーが結構ありますので、シングルは50円で LP だと100円で売ってるんですけど、そういったコーナーからまず最初買ってみればという感じで、いろいろあるんでね、クラシック以外の、オールジャンルを雑多に置いてるんで、あと視聴もこちらでできますんで、自分の好きなものをなんかこう視聴してじっくり探していただいてる感じですかね。僕はずっとレコード屋を続けたいっていう短期的にね、自分の持ってるコレクションを放出して、それでこう短期的にこうわって盛り上がるんじゃなくて、持続的にずっと僕は死ぬまでここでレコード屋をやっていきたいなと思ってます。